はい、皆さんこんにちは。わたるんチャンネルのわたるです。今日はね、ゴールデンウィークの、休みをね、ちょっと利用してこの S660 で、ドライブにね、行ってみようかとね、思います。という感じですね。でやっぱりもう、まあ、コロナの関係であんまり人のねいるところにはね行けれませんので、まあ、こうやってね、まあ、一人で、まあ、ドライブする分にはね、まあ、問題ないかなっていう感じですね。ちなみに今日ね、目指すのはね、まあ、大山っていうのがね西日本にあるんですけどもね、そこをちょっとね目指して行ってみようかなと思います。ゴールデンウィークなんでちょっと車の通りがでも多い気がしますね。皆さん結構ストレス溜まってるんじゃないかなと思います。まあ、コロナでどこも行けないということでね。近くで、まあ、インターチェンジあるんじゃないかなと思います。
回線のね、頂上の辺には雪がまだ残ってるっぽいですね。ちょっとこれね、見せれないのが非常に残念ですね。ちょうど車のね、ミラーが邪魔になって多分映ってないんじゃないかな。
はい、S ルロックでの、大山ドライブの方はいかがだったでしょうか。まあ本当ね、あの S ルロックはね、まあ非常に楽しい車で、ドライブにね、行ったりするのにも非常に最適な車なので、おすすめです。そして、ちょっとサムネにもね、あるんですけれども、なんと今回のね、ドライブが僕のこの S660 ラストランとなりました。なんでってね、思われてる方も多いかと思うんですけれども、僕のこの S660 を、一応グーネットとかカーセンサーの方にも、一応在庫車両として、まあ、掲載の方をさせていただいてたんですよ。で、ずっとね、これは車をまあ買ってきた時から一応掲載はしてたんですけれども、以前はね、まあそこまで、まあ問い合わせとかもなかったんですけれども、3月にね、S660 のまあ生産終了がまあ発表されてから、まあ S6 のね、価格の方がね、ぐーっとちょっと高騰化してきたんですよ。まあその関係で、まあ僕の660って買ってきてからこの半年間で100万以上ちょっとお金をかけてしまってたりした関係で、やはり660としては非常に価格の高い車になってしまってたんですよ。まあ原価が上がってしまってたんで、なったんですけれども、価格が高騰化してしまったため、その、僕の660っていうのは、まあ、ここまで価格が高騰化する前に買って、まあ、パーツをつけてたものだったんで、そうですね、世間の相場が僕の660に追いついてきたみたいな感じで、逆に、安い時に買って、パーツをつけてる分、僕の車が多分ね、かなりお買い得価格に逆になってきたんだと思うんですよ。その関係で、ここ1、2週間、ものすごく問い合わせが増えて、グーネットからのね、問い合わせが、7件でしたかね。で、カーセンサーからの問い合わせが11件で、合計18件。で、他にもね、そこ以外からのね、問い合わせとか、電話だけでの問い合わせとかもあったんで、20何件、問い合わせが来てたんで、まあ、まさかというよりかは、まあ、ついに売れてしまったかな、というような感じです。で、まだ、注文していて、届いてないパーツとかが、これから付ける予定だってパーツなんかがあるんですけれども、まあ、今月とか来月入荷予定のパーツあるんですけれども、まあ、もうそれはもう、今、発注してる S660 のモデュル X のバージョン Z、僕最後、以前の動画でもご紹介したんですけども、それ発注してますんで、それが届いたら、まあそちらの660に今、まあ付けようかなと思ってます。ではね、まあこれで一応ね、まあこのコンセプトエディションの660のドレスアップっていうのはね、終了になるかなとは思うんですけれども、また後日、実際この半年間いろいろつけて、実際に僕がほぼ毎日乗って、いいなと思ったパーツとか、そうですね、ベスト3ぐらいをちょっとね、ご紹介したいかなと思いますんで、またそちらの動画の方もアップしましたら、皆さんちょっとご視聴の方よろしくお願いいたします。ではね、今日も、最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価もお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。では、失礼いたします。